アルビダ魔王バーバーあの勇者め、クエストに出てから1週間も帰ってこないって。あいつ変態だしな。今頃はあれだよ、絶対。へえ。絶対浮気してんだろお前。あ、魔王様、何かお悩みですか？ん？ルシエル？大変恐縮ですが、ぜひこれをつけていただけたら悩みは晴れるかと存じ上げます。このネックレスをつけると恋人の心の声が聞こえるようになります。ですので、つけていただけたらあの勇者でさえ隠し事などできません。うわー、恐ろしいアイテムだな。欲しい。あは数日後。お帰りなさいませ、勇者様。バーバー。おー、ゼニス、いい子にしてたかい？ようやく帰ってきたな。長かったな。で、人間の王国は楽しかったか？アルビダ、ごめんね。今回はかなり長引いてしまった。ずっと会いたかったんだ。それは、新しいネックレスかい？君によく似合ってる。へえ、会いたかったか。本音を聞かせてもらおうじゃないか、勇者さんよ。うおー、俺の妻って美人すぎる。スタイル良すぎてたまらん。勇者の心の声。え？一週間もずっと我慢していたんだ。一緒にいられない毎日なんて拷問だ。お前おん？あー、あ、いつもより寝つきが悪い。そうだよな、ずっとゼニスの世話をしながら悪魔の王国も司ってるんだ。どうやって謝ればいいんだろうか。この野郎。あの、そのアルビダ。あ、あ、うん、私怒ってるからな。すっごく怒ってるから、私が満足するまでは城から出られないから。これ魔王様の命令だから。承知しました。うおー、やったぜー。次の日。あの、これもういらないから返す。え？